大阪の飛田にあります青空宣伝社、あそこのね、はい、私が世話になった、今から42年前に76、7歳だった社長、はい、あの人が天童よしみさん可愛がってね、もうお子さんの頃、もうちょっとちっちゃい頃、まだあののど自慢で優勝した時の頃、ほんでいろんな大阪中の市場とか、そういうところであの開店とか売り出しの時にビールのケースでこう舞台を作って、はい、で天童よしみ、本当に生バンドも派遣してます。すごい生バンドで、うちのあの青空宣伝社の近くにね、アイノスというキャバレーがあって、いい名前ですね。そこの夜働いてるバンドマンの昼間来させて、ほんでそれから盆踊りの時も、飛田の遊郭の中の盆踊りでも天童よしみちゃんも、こんなにね、大ヒット歌手になるとは誰も思わなかった。噂されたんですか？僕はその言いなかった。さすがになかった。そういうことで、まあ縁がついたのかもしれませんけど、まあ大ちゃん、かぜよでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。